皆さんこんにちは、タゲワンチャンネルスタッフ生です。今日はレビューを始める前に皆様にお礼とご報告がございます。去年の4月ぐらいからね、お店のいい宣伝になればと思いまして、スタッフ一同で本格的に取り組みを始めましたタゲワン YouTube チャンネルなんですが、この度ですね、なんとなんとチャンネル登録者数1万人を突破することができました。これもね、ひとえにいつもご覧いただいている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。次なる目標はですね、夢はでっかくということで、ちょっと無理ゲー感ありますが、銀の盾がもらえるというね、10万人を目指して地道にやっていきたいと思いますので、これからもタゲワンチャンネルどうかよろしくお願いいたします。はい、ということで今回ご紹介するのはですね、もう物がでかすぎて完全に見えてるんですけど、そうです、先週予告した通り、大型新製品 VFC マレックス PSG-1 ガスブローバックスナイパーライフルのご紹介です。いや、めっちゃかっこいいですね、この佇まい。こうやって置いとくだけでね、もう迫力満点。これ眺めるだけでも楽しい銃なんですが、こちら、常連の YK 様よりお借りしました。YK 様、買い立てほやほやの高額モデルをお貸しいただき、ありがとうございます。いや、これ見てるだけでテンション上がってきますよね。いつのも楽しみなんですけど、今日の動画関連モデル詳細は画面右上カード、もしくは動画概要欄にリンクを貼っておくので、よかったら皆さんチェックしてみてください。ちなみに今日はね、 PSG-1 ということで、スワットのなんちゃってスカウトスナイパー風の格好でお送りしたいと思います。それでは待ちきれないので早速行ってみましょう。HK オールドライフルの醍醐味、折りたたみ式のチャージングハンドルです。引いてスリットに引っ掛けてオープン状態で止めることができます。グリップのパームレスト部分はこのネジを左側に回すと、こうね、微妙に取り付け位置を調整することができます。こう高さだけじゃなくてね、角度も調整できるので、自分の手にこうぴったり合った位置でね、こう止めることができるんですね。トリガー周も調整可能です。ここの六角ネジね、ちょっとね、ここ間が短いんで、少し短めの六角レンチが必要なんですが、ネジ緩めるとね、上下の位置調整ができます。ストックはスナイパーライフルらしく、チークパッド、あとはショルダーパッドともに調整可能です。チークパッドはここのダイヤルを左側に緩めると、このように上げ下げを調整することができます。
ここのネジを取ると、これ調整ネジの代わりにもなってるんですけど、ここですね、この穴に差し込んで左方向に回すと、こちらのショルダーパッドを回しながら調整することができます。7.62mm なのでエジェクションポートがでかいです。あとは面白いのが ARK ライフルみたいにね、このフォワードアシストノブがついてます。ボルトキャリアの上のこの部分にギザギザが見えるんですが、 HK のオールドライフル、ボルトキャリアとチャージングハンドルが別体なので、例えば本物の話ですけどね、万が一こう作動不良で閉鎖不良が起こっちゃった場合ね、このハンドルで前に戻すことができないときは、このアシストノブを押して強制閉鎖させるんですね。この PSG は一応ピコピコ動くんですが、実際にはボルトとは噛み合わないようになってます。ではマガジン装填してみます。ちょっとドキドキですね。おお、すんごいリコイル。ありますね。ちょっと最後ワンミスしちゃいましたけどね、10メーターぐらいだと全然ピンポイント射撃可能ですね。なんといってもこのボルトがガツンと動く、このね、迫力の反動、もうたまんないですね、これね。はい、こちらがとってもリアルな PSG-1 のマガジンです。G3 と同じ20連タイプが再現してあります。モールドなんかも結構雰囲気バッチリですよね。ちなみにこの VFC マレックス PSG-1、 今のところね、この20連タイプの G3 と共用のマガジンしかないみたいなんですが、こちらはオーナー YK 様がお持ちの東京マリー PSG-1 電動ガン用のショートマガジン、実銃だと5連タイプですね。実際は打てないんですけどね、当たり前ですけど、一応ねこんな感じで入ります。スナイパーライフルだったらこのショートマガジンがいいなって人もね、結構いるんじゃないですかね。まあ、実際作るとガス容量とかちょっと厳しそうですけど、ルックスはすごくかっこいいのでね、バリエーションなんかで出るといいですよね。リップはこんな感じです。マガジン背面にはガス注入バルブ、その上に見えるのはね、マガジン内蔵型のバルブノッカーで、この奥にガスの放出バルブがあるんですけど、ここが空打ちとオートストップの切り替えレバーになってます。海外製品ですけどね、多少シューって音しますね。 VFC ガス風呂ですね。丸井さんのローダーもなんとなく使えるんですが、こういうね専用ローダーを売ってたりしますので、これだとね割と入れやすいです。今 BB 弾入れた状態ですね。このレバーを前にやると、残弾ゼロになると作動が止まるオートストップが作動します。いや、この雑菌たまんないですね。ガス風呂ならではですね。これだけでほんとご飯 4,5 杯はいけますよね。セレクターはセミオート専用機種なので、0セーフティーポジションか1セミオートポジションの2つのみの表示となってます。セーフティーはグリップの張り出しが大きいので、右手だと結構やりづらいです。もう左手でこうやっちゃった方がいいかも。
今カチッといったの分かりましたかね。はい、このように残弾ゼロで動作が止まります。リアルですね。マガジンキャッチはここです。他の HK ライフルみたいにね、この下のレバーはない形なんですね。オートストップ機能オンの時は残弾ゼロになるとね、このマガジン内蔵のノッカーが右の方に寄るんですけど、 BB 弾を入れた後でこのマガジン内蔵ノッカーをセンターに動かします。これで再び射撃が可能ですね。でここのレバーを後ろに下げるとオートストップがかからない空撃ちモードになります。今弾はなくなったんですけど、こんな感じですね。一応空作動してます。例えばね、お家で弾は撃てないけど迫力の作動を楽しみたいなって時は、この空撃ちモードにするとこうパロッとね、迫力のある動作だけ楽しめるって感じですね。初速割とね、しっかり出てましたよね。ちょっと寒いのとガス消費量が多いので冷えは早い感じなんですが、こちらの PSG は分解してね、このローディングのズル内の NAPS というパーツで初速を若干調整することもできます。スタミナチェックしてみたいと思います。相談数20発なんですけどね、セミでしっかり打ち切れるでしょうか。ちょっと温めてます。マガジン表面温度は 27.7 度。はい、最後のね、数発ちょっと弱い感じだったんですが、しっかり20発打ち切れました。ここのマイナスネジみたいな部分のところを左に回すとロックが外れます。こうピョコンと飛び出てくるんですね。この状態でハンドガードをスコッと前に引き抜くことができます。引き抜くとアウターバレルの根元にホップアップ調整ダイヤルが見えます。マウントベースは 20mm 規格のものが付いてます。この市販のね、マウントリングなんかが使えて結構汎用性高いですね。高価な12はいいスコープをということで、ノーベルアームズシュアヒット31042IR ハイド 7SSTP を搭載してみました。こちら3倍から10倍の可変スコープになってまして、非常にクリアな視界が特徴です。いつものようにこの 20m 先の ATEC ST32 ステルスターゲットでグルーピングとかいろいろ打ってみたいと思うんですけど、さすがに冬でガス風呂ということなので10発グルーピングとか厳しい気がします。5発ずつ打ってね、ちょっと調子を見たいと思います。9点、ちょい上か。まず最初の5発グルーピングですね。ちょっとドロップ弾出ちゃったんだけど、グルーピングは210mm。おお、これ結構良かったんじゃないでしょうか。今までで一番いいですね。5発グルーピング 128mm。
まあ、ガス風呂なんでね、エアコン機にはちょっとかなわないですが、あと新品ということでね、だいぶホップもまだ安定しないんですけど、ポテンシャルはなかなかありそうです。 20m でもね、スナイパーライフルとしてちゃんと楽しめそうですね。おお、ギリ端。おお、すごい。10点剣。うん、だいぶ上ロックしました。おし、当たった。おお、いいとこ当たった。よし、ギリギリ。お、当たった。なんか、あの右上あたり当てやすそうですね。お、来た来た。20m ムービング25発打って7ヒット。さすがにちょっと苦労しましたけど、もうこれは当たるともう喜び倍増って感じでしたね。はい、20m チャレンジラストは、この APS というね、精密射撃競技で使われる 3×3cm のメタルターゲット。結構ちっちゃいでしょ。スマホと比べてもね、結構ちっちゃいんですけど、これを 20m 先に置いて狙撃できるかチャレンジしてみたいと思います。惜しい。惜しいな。おお、やったー。意外と早かったね。9発目で当たりました。はい、ということで VFC マレックス PSG-1 ガス風呂スナイパーライフルレビューをお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとでかすぎて画角に入んないですね。感想としましては、一発撃つごとに来るかなり強力なドガッドガッというリコイルですね。しっかりストックを片付けしてないと照準がブレて定まんないような、実物をイメージさせるド迫力が最高に魅力的な一丁です。ガス風呂ということと、あとこの寒い季節も相まってね、正直命中精度はそんな期待してなかったんですが、確かにね、20メーターぐらいだとホップのばらつきありましたけど、それでもね、ある程度の的ならちゃんと狙って当てれるので、この格好だけじゃなくてね、本当にスナイパーライフルの雰囲気を味わえる、なかなか中身もいい一丁でしたね。その代わり結構いいお値段するんですけどね。でもこれは買う価値十分ありの最高に素晴らしいモデルですね。今回お貸しいただきました YK 様、どうもありがとうございました。いやー、めちゃめちゃ羨ましいです。ということで、面白かったとかありましたら、いいね、コメント、チャンネル登録いただけますと、スタッフ一同ますます励みになるので、よろしくお願いいたします。これね、5キロ以上あっても腕がパンパンになってきたんで、そろそろ締めたいと思います。ターゲワンチャンネル、スタッフ末がお送りしました。また来週。